単語、グループ4。で、わからなかった単語が、スケールとインバリアビリティ。スケールは、まあ、はかりとか意味あるんですが、うろこって意味あるみたいなのと、インバリアビリティは、変わることなく、バリアボが変化するなんで、変わりやすいって、そのインがついたことによって、不変のとか、変わることなくの意味になります。それが、ちょっとすっとわからなかったです。わからなかったのが、ワイヤーのところで、ワイヤーで有刺鉄線、これが分からなかったので今つながらなかったです。また分からない単語出ました。CMBZ、これですね、放量作品らしいんですけど、感じで次は教科書ガイドをやってきます。今日から中2の英語の教科書ガイドです。グッドとウェルの違いで、グッドプラス名詞で上手なグッドプレイヤーとか、ウェル動詞プラスベルで上手に何々するプレイウェアを、そんな感じの違いを説明してました。この教科書ガイドにはオン、接していることが基本的な意味です。オンを何々の上にと覚えるのは危険ですって書いてますね。なんかの CM で見たようなやつです。アボブはその上にあるっていうことで書いてます。アウトオブとこのように紹介されてました。They went out of the room. He came into the room. 57ページまで読み終わりました。40本ほどかかってます。以上です。